は今シーズン37試合に投げているんですが、そのうち先発が14試合、リリーフは23試合となっています。さあ、そのバースが迎えるカープのクリーンナップ、まずは3番丸が左バッターボックス、この後には4番新井が控えます。まあ、バースはね、非常にいいピッチャーだと僕は思うんですけどね、その第一戦でしたが、はい、非常にまずいピッチングといいますかね、全然監督の坂上が不甲斐ないピッチングをしたんでね、まあ、逆に言うと今なんかこう、まあ、汚名返上といいますかね、気合入ってると思いますよ。第一戦は3番手でマウンドに上がったんですが、いきなりこう2つ連続でフォアボールを与えてしまいました。ストライクが、ね、入りそうなムードもなくね、はい、だったんですけども、まあ慣れない球場、そして、ね、雨が降ってたというのはないですよね。そこが違うんでね。今日は先頭バッターの菊池を打ち取り、そして丸に対して今2ボール1ストライクとなっています。菊池、3番丸、カープの上位打線をセンターフライ2つ、ツーアウトとなりました。そして今カープのブルペンでは中崎が投球練習を行っています。そんな中でカープのバッターボックスには4番の新井が入るということになります。1塁でストップです。2アウトランナーが1塁になりました。さあ、前田さん、2アウトからですが、4番の新井のこのヒット、ね、先ほどスリーベースを打った選手ですからね、はい、先ほども言いましたように、やっとねストレートをしっかり捉えたバッティングができてますんでね、この打席はね、非常にこう吹っ切れた打席になれば怖いですね。バッターボックスは鈴木誠也です。今日は第1打席で日本シリーズ初ヒット、そして先ほど9回の打席では先頭バッターとしてスリーベースヒットも放ちました。常に自分の中ではホークスしか見ていないと、ひっくり返せると思ってやっているというふうにチームを鼓舞し語り戦い続けました。そして掴み取ったリーグ制覇です。
そして古田さん、カープは大瀬良、まあ、2イニング目続投という判断になりました。そうですね、まああのまあまあ、勝ち越せば、はい、中崎がという、まあ、パターンなので大瀬良、まあまあ、この1軍だけだと思いますけどね、はい、この1軍行けと行くでしょうね。まあ、カープは当然先行ですから、勝ち越した後その裏を守らなくてはいけないですからね。そうですね、その時に、まあ、中崎を置いてると思いますね、はい。8ゲームで投げるであろうピッチャーは、まあ、中崎が一応全員使ったんで、ね、本当にそうなんですよね、はい。空振り三振、粘り強い中島をインコースのストレート三振に仕留めてみせました。思ったより伸びてるんでしょうね。先ほどジャクソンの時はね、ああいうあなたも全部ファウルにできましたので、ね、はい。そして打順は1番に戻って西川が左バッターボックスです。まあ、稲葉さん、カープのその 1,2,3 番のことがよく言われますが、はい、ファイターズにとってみますとこの1番に西川が固定できた、これも大きかったですよね。いや、大きかったですね。今シーズンね、最初の方は2割4分ぐらいでずっと来てたんですけども、はいはい、まあ今年はちょっとホームランをもう捨てたといいますかね、長打を捨てたということで、1番バッターに徹しようということでやってきたことがですね、もうそれがどんどんこう打率にも上がってきて3割超えをしてきましたので、非常にこの1番西川を固定できたというのは非常にこのチームとしては大きかったですね。まあ、実際そのこれまでの成績で言いますと、ホームランであったりもスリーベースもね、非常に多い選手ではあったんですが、まあ、今シーズンはある意味その長打というよりは、まあ、とにかくシングルヒットの塁に出ていくというところを考え、打率を上げた西川です。大瀬良が西川に対してボール3つ3ボールになりました。そしてその後3番の大谷、4番逆転タイムリーの中田とつながっていきます。そのストレート3ボール2ストライクになりました。この3番4番どのような形で迎えるか、両チームにとって大きなポイントです。守るカープとしてはなかなかそう当然決めつけるわけにはいかない、ね、当然ね、ワンアウトですし、はい、決めつけるわけにはいかませんしね。あの状態が今日はスタメンをしてますけども、ね、あのクリーナップの選手がね、選手でもありますし、はい。ただまあそのやはり調子がね、まあ、落ちてるということで、はい、まあ、その辺はね、栗山監督が思い切って、バントならバントをなんとかして、進めてプレッシャーをかけたいと、まあ、サヨナラに持ち込みたいでしょうからね。この楊大寛が日本シリーズ初戦2戦目ヒットがありませんでした。今日はスターティングメンバーも外れた。西川スタートの構え、楊は空振り、ワンストライクになります。ヒッティングですね。
とね、ベンチとしてはね、ちょっと本当に、またベンチも迷いますよね。あの稲葉さん、ファイターズのシーズンの中の戦いぶりで言いますと、送るところはもうしっかりときっちり送ってくるというのがね、定石として多くあったように思うんですが、まあ、そうですね、まあ、ですけど、ここはもう、稲葉選手に任すというね、ところでしょうね。空振り、ツーストライクになりました。追い込まれた陽大館、追い込んだ大瀬良。ここ古田さん、一塁ランナー西川のスタートというのはどうでしょう。いや、まあもちろん行けると思ったら行く可能性はあるんですけどね、はい、まあ、確かに陽選手も足が速いんでね、ダブルプレーは多分ないだろうから、まあ、仮に三振やフライアウトになっても大谷で2アウト1塁の方がいいと思ってるんじゃないですかね。なるほど。最後はカットボールでした。これで2アウト。マウンド上で頑張る大瀬良。さあ2アウト、ランナーが1塁。延長10回裏、バッターボックスにこの男を迎える大谷翔平。ここでカープもマグネッチン投手マウンドへと向かっていきました。もう一回勝負だと、まあお互いね、もう、まあ、腹が据える場面だと思いますね、ここはね、はい、今日は黒田から2本のツーベースを放っています大谷翔平。いやですからホームランだけですよね、ここはね、ホームラン、それだけ外野も下がってますし、初球レフト線はファウルになります。まあ、稲葉さん、はい、今シーズンの中でこの1シーズンだけでもこの大谷翔平という選手に本当に我々何度も驚かされてきました。そうですね、まあ、今日のね、2つ目ツーベース、あのインコースのカットボールを右中間に打ったやつもね、あれはなかなか左バッターあそこに打てる球じゃないんですけどね、もうそれを打つ、まあ、しかも打球がまた速いんですよね、はい、まあ、あの打球を打てる選手ってなかなかいないですよ。高めのストレートを見せます、まあ、今シーズンの大谷で言いますとピッチャーでは10勝、そしてバッターでも3割2分を超える打率、22本のホームランを放ちました。二刀流としてこれまで誰も踏み込んだことのない領域に大谷翔平という選手がすでに入ってきています。落ちる場所によっては一気に帰ってきますからね。
ました。お兄さん、今外野がベンチの指示確認して前には来ませんね。前には来ない、はい、センターの丸が今確認してましたが、確認した上でちょっと逆にまた戻って下がるような感じですね。はい、あの深めの守備位置のところから定位置あたりまではこう出てきたんですが、極端な前進守備を取るということはありません。まあ、でも前進守備しないということは敬遠じゃないですかね。ワンボールツーストライクと追い込んでいる状況ではあります。そうですね、もうあの1点取られたら負けるのは終わりなので、はい、後ろに下がる理由はないです。そうですね、はい、来ないということは多分歩かせるんじゃないですかね。まあ、でも勝負しそうですね。投げてこいという石原のジェスチャー。どうですか、まあ、頭を重ねる可能性が高いっていう。そうどうなんですかね、この辺は難しいところですね。ただ今普通はね、前に来ないと二塁ランナーが本部に入っておらんですから。はい、石原はちょっと確認をしてるんじゃないですかね。キャッチャーの石原は多分普通に勝負の構えでしたからね。今大阪の方がね、勝負するんですかみたいな、どうですかみたいなことは、おそらくそれはね、確認した方がいい、しっかりは決めて、普通ね、まあどうですかね、追い込んでるから勝負する可能性も十分ありますけど、1秒空いてるし、点取れて終わりなんでね、はい、まあこの辺りもね、ベンチの指示に従ってやるっていうのも、まあ、ベンチが任せたと言われたら、じゃあ我々の考えになりますっていうのが、大体プロのスタンスなんでね。まあ、ただ、まあね、深く守るっていうのはなかなかね、めったに見る機会、大谷の大きなフライが、大きなフライに来る確率の方が高いってことなんですかね。それもね、追い込まれてますし、まあ、そういう時には、確かにもね、打球は飛びますけどね、難しいところですね、それはね。さあ、果たして東のバッテリーの決断は。勝負にいった！ 1 塁ランナーが戻った！ 2 塁ランナー！ 西田がホームに帰ってきた！ 3 塁ランナー！ 大谷が決めた！ ファイターズ！ 今週の日本シリーズ！ 1 勝目をついに手にしました！見ていただきますか。これ本物ですね。これを1、2塁間にっていう、もう何かそのまま立っていたら膝に当たってしまうんじゃないかというようなところですけども、これをライト前に持っていきました。大谷、何なんですかね、あのこの右足を一歩一回引くような、はい、前田さんを思ってしても何なんですかね。いや、あのやはり大谷打者、大谷はやはりインサイドにある程度こう、はい、ね、苦しい打ち方があるんですけど、はい、今日に限っては全く その難しいボールに見えたんですが、ご本人いかがですか。そうですね、見た感じボールだったので、まあ、でも抜けてくれてよかったなと思います。それにしても逆転したと思ったら追いつかれ、苦しい展開でした。ゲーム中はどんなことを考えてました。そうですね、なかなか点取れなかったですけど、後半粘って粘って、全員で野球ができて最後こういう形で勝ったので、絶対明日につながる勝ち方だなと思います。中田選手の逆転打のシーンではホームに帰ってきました。あの一打どうでしたか、大谷さんからご覧になって。そうですね、中田さんの気合と意地が勝った一打だなと、塁上から見て思ってました。
広島で連敗でこちら本拠地に帰ってきました。今日は試合前連敗嫌な流れもあったと思うんですが、どんな気持ちでしたか？そうですね、僕の不甲斐ないピッチングで負けてしまったので、取られた分の倍ぐらいは自分で取り返したいなと思って打席に立ってます。はい、今どれぐらい返せました？いや、まだまだ明日も明後日もありますし、はい、もっともっと勝って、いきたいなと思います。すると今日はカープのピッチャー黒田投手でした。日本のヒットを打ちましたけれども、黒田さんとの対戦というこの日本シリーズの舞台、実際、体験してどうでしたか？そうですね、個人的にはすごく勉強させていただいてた投手ですし、打席の中でもいろいろ勉強させていただいたので、はい、すごく楽しく、打席でパフォーマンスを発揮できたんじゃないかなと思います。そして今日も本当に大きな声援でした。やっぱり北海道がファイターズに与えるパワーというのを感じたんじゃないですか？そうですね、やっぱりホームの方が戦いやすいですし、声援が力になるので、明日も精一杯頑張りたいなと思います。さあ、これで1勝を取り返しました。明日明後日少なくとももうこの札幌ドームでゲームがあります。ファンの皆さんに向かってメッセージをお願いできますか？はい、広島に行く前に逆転して3勝2敗で広島に行けるように、ご声援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。サヨナラヒット、大谷翔平選手でした。